伸びなかった場合は YouTube 伸びるまでに倒産廃業しちゃいますよっていう話なんですよ。少ない登録者でも YouTube をうまく使えば売り上げをね、2倍3倍と上げていくことは可能になるということなんですね。はい、北野です。今日は店舗、そしてコーチコンサル事業は YouTube で集客しようとしてはいけない、その2つの理由と、じゃあその場合 YouTube はどういう風に活用すればすごい売り得るようになるのかっていう話をしていきたいと思います。まあそもそも YouTube を使うなんてどういうことって思った方いると思うんですけども、まあ今ね、エステサロンだったりとか美容師さんだったりとか飲食店でさえもそうだし、もちろんコーチコンサルセラピストだったりとか、そういうキャラクタービジネスをされてる方とか、あとはね、事業、まあ税理士弁護士さんも YouTube やる方増えてきてますよね。だから自分も情報発信動画でやらなきゃいけないんだ。で、しかも僕もいつも YouTube とかで、いや YouTube いいよっていつも言ってるから、いや北野さんも言うなら YouTube 参入して集客しようと思ってる人たくさんいると思うんですよ。もちろん YouTube やるっていうことに関しては、間違ってはいないので、どんどんやってほしいと思うんですが、僕が言うのは、あくまで YouTube 単体で集客しようっていうのは結構無謀なのでやめた方がいいという話です。ということで今回はなぜ YouTube だけで集客しようとしてはいけないかっていう2つの原因と、 YouTube を使って少ないチャンネル登録者でも圧倒的に制約率を叩き出して売り上げをね、今よりも3倍以上アップする方法についてお伝えをしていきますので、ぜひ楽しみにしていただければと思いますし、実際にまあこちらに出ているですね、はい、弊社のね、卒業生の方のまあ川田美穂さんっていうまあ女性のね、起業家の方なんですけども、まあ彼女はチャンネル登録者数600人っていう、まあそこまで多くはない登録者で、月商で300万円売り上げています。まあ他にもこちら女性起業家のですね、伊藤さゆりさんっていう女性の方なんですが、まあ、この方もチャンネル登録者数がですね、500人未満ということで年商で3000万売り上げています。っていうように少ない登録者でももちろん YouTube をうまく使えば売り上げをね、2倍3倍と上げていくことは可能になるということなんですね。では早速本題入っていくんですが、 YouTube だけで集客しようとしてはいけない1個目の理由、それは効果が出るのに時間かかりすぎるって話ですね。 YouTube 成長するのめちゃめちゃ時間かかります。もう人によっては半年1年、もしくは長いと2年ぐらいかかる場合もあるでしょう。なので YouTube 単体で集客しようとしている人は、それがまあ運よく伸びればいいんですけども、伸びなかった場合は YouTube 伸びるまでに倒産廃業しちゃいますよっていう話なんですよ。だから新規のリストを獲得するとか見込み客を集めるだけであれば、 Instagram が一番手っ取り早いです。なのでインスタをまず先にやりましょうっていう話ですね。で、二つ目の理由は YouTube 単体では、新規のリストが取りづらいっていうのがあります。で、これは傾向としてインスタグラムで500フォロワーある状態であれば、まあ月に大体30人50人リストを獲得していくことは可能だったりするんですが、 YouTube で、チャンネル登録者数500人の場合だと、それだけではですね、なかなかやっぱり月に50人100人とリストを取っていくって結構難しかったりする傾向がありますので、じゃあ北野さん結局どうすればいいのっていうのを話していくんですが、基本的には YouTube かけるインスタ、もしくは YouTube かける LINE という形で YouTube プラスアルファで何かを組み合わせて使っていくって考え方ですね。流れとしてはまず Instagram で500フォロワー1000フォロワー早く集めちゃって、そっから LINE アットにお客さんを誘導していきます。で、インスタから取れた LINE アットのリストのお客様読者に対して YouTube を流します。これをやることによって、まだ YouTube ね、チャンネル開設したばかりで登録者数5人しかいません、50人しかいませんとか、30人しかいません。でも大丈夫です。で、動画も10本しかありません。でもその動画を LINE の読者に流していくことができれば、LINE の方々っていうのは結構あなたの興味があって登録している方なので、しっかりと動画を見てくれます。そうすると、おのずとインスタと LINE の相乗効果で、YouTube の方も再生回数が徐々に徐々に上がっていきます。で、結果的に YouTube の再生回数も上がっていき、LINE の読者の方が YouTube のチャンネル登録をしてくれるようになって、ちょっとずつチャンネル登録者数が増えていきます。結果的に、LINE の読者の方々もその動画を見ることによってですね、あなた自身のサービスの価値であったりとか、あなたの魅力であったりとか、あなたの情報の価値を感じて、どん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 前のめりで見てくれるようになります。で、結果的に、お客様がですね、いわゆる信頼構築っていうのが早く進むんですね。いわゆる、まあ、ブログをですね、10記事見せるよりもたった1本動画を見せた方がですね、信頼関係で一発で縮まるよっていう話があるぐらい、YouTube ってそれぐらいお客様のですね、いわゆる購買意欲をかき立て、そして、ね、制約までの期間を短くしてあげる、それぐらいの教育力っていうのが YouTube には実はあります。なので、基本的にはまずインスタと LINE をしっかり固めつつ、その段階で、LINE アットに YouTube も流していくっていう形で YouTube を使っていくことができれば、まあ、LINE の登録者数が増えるに従って YouTube の登録者数も増えていきます。で、結果的に LINE の読者の方々からの制約率も上がっていくんで、 YouTube を使うと売り上げが2倍3倍と上がっていきますよっていう話なんですね。で、しかも YouTube を見てくださるお客様っていうのは、ただあなたから公で情報をもらえるっていうだけじゃなくて、やっぱり画面の向こう側にいる。で、それがもし顔出ししなかったとしても、音声だけであったとしてもですね、やはりいわゆる画面にいる、その人から YouTube のチャンネルを持っている、いわゆる芸能人感みたいな形でですね、やっぱりファン化の度合いっていうのもどん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 早く、加速していきます。なので、これから YouTube を始める方にですね、さらにもう一個だけ僕からアドバイスをさせていただくと、まあ、動画をですね、どういう風にすれば、いわゆる拡散されやすいのかっていうお話も最後にさせていただくんですが、一番重要になってくるのは、視聴者いじるです。これはね、めちゃめちゃ重要なんで、皆さん今すぐ紙にメモ取っといてほしいんですが、 YouTube っていうのは広告をたくさん載せたいんですよね。親会社 Google そうですけども、ってなった時に5分の動画を上げました、で、その動画で30秒しか平均して見られない動画よりも5分の動画を上げました 50% 以上、だから2分50秒以上見られるよ動画の方が、 YouTube がしたらいっぱい広告させるし、たくさん見られる動画だから拡散させてあげたいなと思ってくれるんですよ。いわゆる YouTube 側にとって好都合な動画を出してあげることによって、 YouTube のアルゴリズムで拡散されやすくなる。
なので視聴者維持率を高めるための動画を撮るっていうのを一個意識してほしいなと思いますし、でちなみにじゃあその動画どうやって撮ればいいんだ北野さんっていうとですね、基本的にポイントまず最後3つお伝えすると、まず1個目、冒頭の7秒間で離脱を防ぐっていうのが一個ポイントになります。 YouTube って冒頭7秒間でほぼ6割7人の人は離脱すると言われています。なので最初7秒間で先に結論を言うだったりとか、あとは僕の場合とかだったら自己紹介タラタラせずに、もうはい北野ですって今日はこのポイントについて話してきます、もう先に本題目次もしくはメリットを提示する、もしくは結論から先に言っちゃうっていう形で、そこからフックにして興味付けをもう先にバーンとやっていって話していくっていうのが結構重要かなというふうに思います。2つ目はですね、テンポのいい展開を意識するところです。やっぱり YouTube どれだけためになる情報を話しててもだらだらだら話が長いだったりとか、話すスピードがあまりに遅すぎるだったりとか、見ていてですねなんかテンション落ちるなっていう状態だと見てもらえませんので、できるだけまあ編集してる人だったらカットをテンポよくする、でそこまで編集にお金使えないよって人だったとしてもテンポよく話していくであったりとか、あとはスライドを使っていってですね、自分が喋るのはスローペースなんだけども、スライドと視覚効果を使ってできるだけ長くね見てもらえる、お客さんを飽きさせない画面をスライドで切り替えていく、そういった形の動画を作ることで維持率は長くすることはいくらでも可能です。で最後3つ目はですね、めちゃめちゃ役に立つ、もうこの動画見るだけで成果出るわって思われるぐらいのためになる情報を発信するところですね。 YouTube でもいわゆる出し惜しみはするな、ノウハウ9割出すって話です。でこれはコーチコンサル事業の人とかであれば、自分のメソッド、例えば税理士さんだったら税理士の知識だったりとか、例えばダイエットコーチをしてる人だったら本当にこの1本の動画見るだけでダイエットある程度ねこういう悩み解決できるっていうぐらいの、もうほぼ有料級のノウハウをもうどんどん出していくんですよ。もうこれからもうそういう時代です。もう出し惜しみするコンテンツは淘汰されていって、本当に有益な情報を出しているものだけが生き残る時代になりますので、そういう動画を意識してほしいなと思いますし、じゃあ店舗の場合とかどうすればいいんだって話なんですけども、例えば松江区とか美容室だったりとかエッセの場合とかであれば、小顔になれる自宅でできるケアの方法だったりとか、あと治療院の方とかであれば自宅でできる腰痛を改善するための方法だったりとかコツとか、そういったポイントを話してあげるだけでもお客さんはすごいためになるなと思ってチャンネル登録してくれるようになります。そういった形でお客さんがあなたの商品をもちろん買ってくれるのがベストなんだけども、買わなかったとしてもためになるぐらいの情報をねどんどん出していくっていうのを意識してほしいなと思います。はい、ということでね、今日はねいろいろなポイント話していったんですけど、今日の動画少しでもためになった方はいいねボタン、チャンネル登録、そしてね下の概要欄から LINE でお友達登録いただくと今だけ豪華な7大特典ねプレゼントしてますので、ぜひこちらもね手に入れていただければなというふうに思います。それでは今回の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、皆さん今日もね動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。で、実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使った、ノウハウの講義動画や LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね本質をまとめた累計150分相当のですね動画講義っていうのをね無料でプレゼントします。で、さらに今だけ弊社をね出させていただいている書籍、こちらもね無料で今だけプレゼントして受け取ることができますので、ぜひね、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいてプレゼントもねゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。